畠山さんと交戦中だからなぜか軍が解散しないんですね。そんなことっていいのかしら。解散しましょうね。戻るぞ。従属しそうな人の、上げていきましょう、心象ね。一応上げときましょうか。戦線できるかな。あ、できないのか。浅井さん怒っちゃうかな。そうだね。参るぞ。こっちから攻めるのがいいですね。こっちまで行こう。出陣する。どうなってんだこれ。あ、いい勝負じゃないですか。注目してくれよ。そうだな、ちょっと浅井さんと やっちゃうかもしれないですけど、行きましょうか。やりましょう。でもまあつまんないからカットかな。勝ち戦だ。宴の支度だ。こっちはねほっときましょうね。普通の攻略ですから。はあ、従属した。取り囲め。ああ、従属した。さあ、浅井さんがね、向こうついちゃうと思うんだよな。それでは始めるとしよう。そうね。行くとしましょう。別に鈴木さんはどうでもよかったんですけど。取んないとあれなんですよね。浅井さんあれだな、もうダメだな。まあね、でも嫁さんもらっておきましたからね。あ、揺るがない。やりません。いいぞ。これはね、終わっちゃうな。王国いたします。まあいいでしょう。早いな。早すぎるな、ちょっと。機嫌直してもらいましょうね。かしこまりました。直してくんねえかな。ここ取ったらこっちも従属するでしょうね。あと従属する人いないかな。まあいいでしょう、行きましょうな。あっ、もう。あ、すごい。嫁さん泥棒。なんだよ、もう終わりか。行くぜ。ついてこい。あ、出撃したか、もしかして。あ、したな。まあ4人か。
揺るがないけどやりましょうね。損害減らすためにね。まあ、いけるとか行ってみましょうかね、この舞台にね。強行しないで行きましょう。逃さしねえぜ。うん、いいでしょうね。お、佐竹さんいっぱい兵いますね。あ、断られちゃった。報告いたします。そんなこと言わないでよね。ダメ。そうか、まあ小田さんとも仲良くなってみる。かしこまりました。ねえ、押すだけが楽しいわ。あ、まあシータさんともちょっと仲良くなってみようか。かしこまった。ね、みんなと今度は仲良くしてみましょうかね。承知いたしました。暴走も飽きたってわけじゃないですけどね。暴走の下準備ですな。取引を行いましょう。ありがとうございました。悪いがこの城もらったぜ。うん、帰りましょうか。戻るぞ。あ、これでだいぶ米に余裕が持ちますね。この城いただくとしようか。ねえ、杉さんごときで、ごときって言ったら怒られちゃうな。あ、待てよ。参るぞ。あ、いけるな。あ、行こうぜ。出陣する。あ、ちょっと待って待って。あ、従属するよね。いいぞ。娘っ子だけもらいましょう。もう あ、いないね。あ、いないのはダメですよ。本当に物騒ですね、この。じいさん、どこまで行くんですかね。まあ、新婚旅行ですからね。報告いたします。水木さんと仲良くなっちゃった。ああ、伊達さんね、懐かしいね。もうどんと濃いですよ。回遊地ですね、来たら。はるちゃん来るの？来てもいいんだけどさ。あ、なくなってたんですね。じゃあまあ仲良くしてみようか。意味あるかは分かりませんよ。多分ねえんだろうな。
あれだけのことしときながら、あの長くなれそうなのが受けますけどね。まあ行こうか。まあ、元山さんから滅んでもらいましょうかね。やろ。それでは始めるとしよう。わーい。マイル。出陣する。援軍くれねえかな。あー、くれるんだね。いいよ。援軍くれねえかな。あ、大内さんくれるんだね。くれ高いな。ああなるほどね。どうかな。お、どうした？うんうん、来れるだろう。出陣せよ。いえ。やっぱいろんな人に迷惑をかけるのは変わらないんですね。あ、揺るがない。まあでもやりましょうか。いいでしょう、キツツキでね。我が力お見せいたす。あ、やばいやばい、そろそろ眠いな。掲げよう。これ待ってればいいでしょう。行くとしましょう。の真髄未だ見えずか。かたじけない。そうね、まあこのまま行きましょうか。多いせい。やりたい放題ですね。いいよ。お、切れちゃった。報告いたします。まあ、あ、朝倉さんさ、あの道作っただけなんで、あの別に更新する必要もないですよね。取り入れよう。この肋骨に策がありますぞ。あー、まあ途中だけど一回ここでセーブしましょうか。ちょっとへへ、まあ種子島でもんで、あれ従属かなんかかな。この辺まで行っちゃいましょうかね、どうせならね。
行くか。うん、行きましょう。じゃあ一回ちょっとねセーブしましょうか。じゃあ続きやっていきましょう。あ、いや、そうですよ。じゃあ行きましょうね。どうもね、最近プレイ感覚が空いちゃうんでね。この辺からグイーンと実はですね、一回も帰らずにこの辺まで来てますからね。行きましょう。でね、ここで制圧するとまたこう戦線できる距離が増えますのでね。あ、待ったな、いろんな人が怒ってしまうな。大内さんか。あ、どうだどうしよっかな。まあこの毛利一族に滅んでもらいましょうかね。あの、もう行き場所がないんでね。ちょっと待ってね。あ、でも大内さん来てくれるのか。ちょっとじゃあやってもらいましょうか。ちょっと待ってね。行くとしましょう。行けるところまで行っとこうか。この辺行っとこうか。いやー、怒られるかな、さすがに。まあいいよね。さあ行きましょう。あ、ごめんごめん。ん、秋山さん。はいはい。大王子さん、懐かしいですね。あ、あれ？あ、ちょっと待って。ちょっと待ってくださいね。報告いたします。え、ちょっと待って。え、そんな話だった？ん？これあれでしょ、歴史イベントかなんかですよね。そんなないんじゃないの？はは、完全にあのプッツンされてますね。まあ、もう一回ダメ結んどこうか。かしこまった。浅井さんはね、もう仲悪いですからね。斎藤さん、ふーんって感じですね。あ、で、安藤さんが収束したと。収束しませんよと。あ、上杉さん。かしこまった。あ、懐かしい、上杉さん従属しますと。ははー。このままだとあれですね、信長が当主になるイベントが起きるんでしょうかね。どうしよう。あ、どうしよう。攻めるべきかな。ちょっと待ってね。あ、斎藤さんは孤立してるみたいなんで、やっちゃいましょうか。あの、めんどくさいけどね。それでは始めるとしようか。すげえ、いっぱいいろんな人が来る。すいません。援軍っていうかさ、あー、そっか、浅井さんがね当選もしてくるんですよね。小田さんに来てもらおうか。あの、別にね、いいんですよ、もう米はね、あるから。米があれば何でもできますからね、恐ろしいことに。すげえな、もう将軍ですよ、息はね。
どっから来るかな。桜さんも来るか。来てもらいましょうね。あんま来れないのか。まあいいでしょう。多分ね、浅井さんにこの辺、分断されてるんで、来れないんですよね。確か。確かね。テルコさん来るかな。ちょっと無駄かもしれないですけど、やってみましょうか。吸音を忘れる感じですか。いいでしょうね。最高か。どうなるんだろうね。どういこっか。ちょっと待ってくださいね。岩村城、不宝城、文鳥八幡城、稲葉山の、まあ稲葉山城を取りたいけどな。鈴木さん、あ、テルコさん来る。テルコさん来まんねっすね。進め、終盤なんでね、豪快に行きましょうよね。米も大丈夫でしょう。進め、ははあ、こう行きたいよね、やっぱりね。援護いっぱい来るからね。通してくんねえかな。行くだけ行ってみようか。1000くらいでいいでしょ。進め。小田さん出てくんねえかな。やってみましょうか。向こうじゃん、吸収できるんじゃないか。できないのかな。ああ、集結地が選べないんでできないみたいですね。集結地選べないっていうのかな。この辺に集結するようであればできるんですけどね。パワーアップキットまではできないんですよね。ああ、しょうがないですね。まあ行こっか。あと兵集めるぐらいだもんな、できるのな。まあ足軽でいいでしょう。ねえ、米の方が大事ですからね。そうよ、米の方が大事なんですよ。行きましょう。序盤はね、お金なんですけど、まあ本当の序盤ですね。あとはもう、米ですよ、米。はい、何？ダメです。せっかく出張ってますからね。待機せよ。あ、短大名乗っちゃった。なんつうんだろうな、波州短大。あ、従属した。はいはい、使いの者が来たようです。何言っとんじゃ。黒叩きを、死刑を乗っといて何を言ってるんですかね。やっぱ相場人にそういう人はやっぱ滅ぶんですよね。よし、行こうか。いいぞ。報告いたします。先月の収支です。あ、もうね、内戦もやることないですからね。適当にやりましょう。この辺の人たちが心中しだしたらもうゲームオーバーですか。ゲームクリアだと思うんで。
わあ、すげえ米の量。わあ、大内さんが人のために働いてる。すげえな。ちょっと待ってね。で、浅井さんは誰と仲がいいかってことですよ。あ、朝倉さんと同盟結んでんだ。朝倉さんじゃねえや。あ、朝倉さん、手切りしてくれよ。あ、できないんだ。そう、朝倉さんか。ちょっとできないな。もったいないな。行きます。通してくんないからな。行きます。あ、待てよ。こっちから行けんじゃねえか。あ、行けないのか。あ、松平さん経由で行こうかね。いざ決戦の地。松平さんはあの今川さんでしょ。うん、ほっとけばいいですよね。この戦我らの勝ちぞ。いいぞ。大内さん怒るだろうな。それでは始めるとしよう。まあそうだわな。そうなりますよね。まあ自由人ですからね。もうあの暴走というよりも自由人ですから、ね。進め。誰も止められないですよ、この人は。さあ、行こうか。ああ、道さん出てくる。報告いたします。これより表情を行う。良いだろう。これにて表情を終えよう。鉄砲か。鉄砲もうあんの。鉄砲買える。買える。取引を行う。あ、買えないじゃねえ。どういうことよ。しょうがないですね。ははー。長宗壁さんじゃ帰ってもらおうかね。戻ろうぜ。すげえな、ほんとね、大旅行です。この辺から出てますからね、田村さんは。で、帰り道もなくなっちゃったしさ、ちょっと待ってね。あの、じいさんいませんからね、あの、有利なとこでやりましょうよ。いざ参る、進め。出てくんねえかな。稲葉山ルート行きましょうか。ちょっと待ってな。まあ一回これで行こう。適当だけど。待機する。待て。そこでちょっと通してほしいんでね。松平さんに宣戦しましょう。いいぞ。まあそりゃそうだわな。秋山さんはね、あの通るだけでいいんでね。こう変態ルートでこう行きましょう。出陣する。いいね、こういう感じ。まあまずこんなね、めんどくさいっていうかわけわからんことしないですよね。まあ、わけわからんことをするのが好きなんですよ。よーし、行こうぜ。待つとしようか。いや、揺るがない。やりません。そうね、楽してやりましょうね。
あのまさかね歴史イベントみたいなのが起きると思わなかったんでね、あの帰り討ち、うん、迎え撃つのは別に構わないですね。行くぜ進め。よしやりましょう。多少あの忍びの里で損害を受けてますね。さあ今回はこの辺までにしたいと思います。次回また戦上手のじいさん、この戦ではないんですけど戦上手の、じいさん見れると思います。次回は早いです。次回またお会いしましょう。